今回紹介するのは、お金の心理という本です。私の知る限り、お金に関することで、これ以上の話はないと思っています。当代切手の実業家であり、累計納税額日本一を誇る斎藤ひとりさんが、初めてお金だけをテーマに書き下ろした最新刊、お金を手に入れるためのノウハウを伝えるのではなく、 お金の性質と本質を知りその上で人間の心持ちやあり方にまで言及したひとりさんならではのお金の哲学書と言っても過言ではありません難しいことを極力わかりやすく説くひとりさんの魅力がたっぷり詰まった一冊ですお金を通して魂を向上させる素晴らしい本ですひとりさんの金銭哲学について かかりやすす。くてて楽しいい文体で書かれていますこの本を読みお金に関する考え方を脳にインプットすれば間違いなくお金が貯まりますバビロンの大富豪プラスひとりさん哲学をブレンドさせたような内容ですおすすめですぜひ読んでみてください以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。